TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE、クリス・ペプラーです。今日は11月8日、時刻は5時16分。もうこの時期になるともう外は真っ暗でございますね。でもなんかそんなに寒い感じはしないですよね。なんか例年だとこの時期になるとものすごい寒い感じがするんですが、まだ暖房うちは入れてません。皆さんはいかがですか？入れてますか？入れてないですよね。結構暖冬になるのかな、どうなんですかね。ねえ、まあ本当に今年はコロナもありますし、インフルエンザもね当然また流行るでしょうから、なるべく神様過ごしやすい気候にしてください。はい、ということで最新の時をホット100、トップ5をチェックしましょう。5位は Mercy Mercy Something You Like、 オーストラリアからのニューアーティスト、先週10位からトップ5入り。4位はリサ、ホムラ、鬼滅効果でセールスポイント絶好調、先週11位から7ポイントアップ。3位はビーバドゥービー Worth It、 B ちゃん引き続きオンエア好調で先週と同じく順位をキープ。2位はアリアナグランデ Possessions、 アリアナの新曲、先週8位からエントリー2週目にしてトップ目前。さて先週1位を獲得したアイコのハニーメモリーですが、最新チャートでは6位まで順位を下げてしまいました。ということで新たなナンバーワンが生まれました。ここ1ヶ月毎週1位が入れ替わる下克上チャート、新たな1位はナルバリッチ、バウンディと一緒にやった初のコラボシングルが J-WAVE でダントツのオンエアを稼ぎました。セゾンカード TOKYO HOT 100 Here's a brand new number one、 ナルバリッチ featuring バウンディ Ash。はい、トップ5こんな感じでした。いかがだったでしょうか。次回はゲストにロットバルト・バロン、新田光をお迎えします。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100